聖の輝きは、1918年制作、1919年公開の日本映画である。配給は、天然食活動写真。同日公開された、三山の乙女と並び、初めて女優が登場する日本映画の一作である。1917年に、活動写真の創作劇と撮影法という理論書を出版して、日本映画の革新運動を行った。 帰り山の政が、その理論を、初めて実践した彼の監督第一作であり、本作では、貴さんが提唱したシナリオの採用、女優、字幕の使用、映画的手法の活用が実践されている。なお、本作に主演した、花柳ぎはるみが、日本の映画女優第一号と言われている。1918年6月頃から撮影が開始され、箱根で、 ロケーション撮影が行われたほか、神田のキリスト教青年会館の一室を借りて、不完全ながら人工光線撮影も行われた。また、天根活重役の片金座不老邸の庭でも撮影が行われ、夏川静江、第五指定も小役で出演した。7月中旬には完成し、桑原スバルによって現像がされた。 しかし、活動弁士たちの反発によって公開が1年遅れ、翌1919 19年9月13日に本作が、六本木の麻布館で、第2作の、三山の乙女が、京橋の豊玉館で同日に封切りされた。作品の評価は様々で、アメリカ映画の模倣だというものもあれば、模倣であっても、その全身性を買うべきだと主張する者も,もいた。活動の世界では、 生の輝きの応変は未だ単なる施策には過ぎないであろう。それは字幕における試みであり、結構にお手の試みであり、そうして俳優の芸風にお手の試みである。けれども私はこれを単に彼らによっての試みであるとは思いたくない。それは日本映画界にとっての試みである、と評している。ありがとうございます。